こんにちは、はるです。今回はジャニーズがもしサブスクを解禁していたら、あの曲はもっと大ヒットしていたんじゃないか、そう思う曲について話していきたいと思います。皆さんご存知の通り、ジャニーズっていうのは嵐を除いて他のグループの楽曲っていうのはサブスクを解禁していないと思います。一部期間限定で解禁とかっていうのはキスマイがやっていたりはすると思うんですけれども、そういった中でサブスクで聴くことができれば、この曲ってもっと世間の人たちに浸透したんじゃないか、ヒットしたんじゃないかって思う曲って結構あるんですよ。サブスクが今ぐらい普及したのは2016年とか17年ぐらいだと思います。なのでキリがよく5年前の2017年以降に発売されたジャニーズの曲の中で、これはサブスクを当時解禁していたらもっと世間に浸透したんではないかという楽曲について話していきます。まずジャニーズがサブスクを解禁しないっていうのは本当に謎なんですよね。サブスクを解禁することによってメリットはたくさんあるにしても、デメリットってきっとほとんどないはずなんですよ。今の時代 CD で音楽を聴いてます、曲を聴くことが好きですなんていう人はほとんどいないですよね。ジャニーズの CD も未だにたくさん売れてはいるんですけれども、それを買っているファンの人ですら CD を一度取り込んだらもう CD で聴くことなんてほとんどないと思いますし、例えば歌番組でジャニーズがパフォーマンスしてます、この曲いいなと思って聴いてみようと思ってもサブスクになければ気軽に聴けないんですよね。わざわざ CD を買ってまで聴こうなんていう人はほとんどいないので、そういったファンになるきっかけ、入り口を狭めてるっていうのがサブスクを解禁しないことによるデメリットですよね。ジャニーズがサブスクを解禁しないとされる一番の理由だと考えられるのが、おそらく解禁してしまうと CD の売り上げが今から激減するんじゃないのかなって考えてるのかもしれないんですけれども、僕はそれもほとんどないのかなと思ってます。もちろん多少の売り上げが減ったりはあるかもしれないんですけれども、解禁前は例えばシングルが30万枚売れてたグループがサブスクを解禁したら次がこう10万枚しか売れなくなったっていう、それだけの大幅な減少っていうのは多分ないと思います。それどころか CD の売り上げとかは多少減ったとしても、ファンになる人の数が増えていくと思うので、ライブに足を運ぶ方とかね、いろんなグッズを買う方の数はもしかしたら増えるかもしれないので、全体の売り上げとかで考えるとサブスクを解禁してしまった方がむしろプラスになるんじゃないのかなとさえ思ってしまいます。なのでジャニーズにはね、ぜひともサブスクを全面解禁してもらいたいですね。話はちょっとそれたんですけれども、サブスクを解禁していればもっと大ヒットしていたんじゃないのかなと思う僕が考える曲がこちらです。まずキスマイのラブバイアスですね。これは当時サブスクを解禁していたらもう間違いなく大ヒットしていたと思います。玉森くんも出演した TBS のカージュードラマの主題歌ですね。今若者はテレビとかドラマとかもどんどん見なくなってるとは言われるんですけれども、ただ TBS の火曜10時のドラマ枠っていうのはずっと恋愛ドラマとかをやってて、あそこの枠はね結構毎回見てるっていう若い女性とかも多いんじゃないでしょうか。そこで主題歌に使用される曲って若者を中心にサブスクとかですごくヒットする可能性が高いんですよね。そういったドラマを見ていた視聴者を中心にこのラブバイアスっていう曲を聴いたら、あの曲ねとかキスマイの曲ねとかっていう人は結構多いと思うんですよ。ただそう思ってる人の中で普段じゃあこの曲を聴いてますかって言ったら、ほとんどの方は聴いてないと思うんですよ。というか聴けないと思うんですよ。いくらドラマを見てこの曲好きだから聴きたいなって思っても、じゃあ CD を買ったりとかレンタルしなければ聴けない。ただそのレンタルしたとしても CD をわざわざ取り込む、でその取り込む作業も面倒ですし、他の曲はサブスクのアプリとかで開いて聴いてるのに、その取り込んだ曲だけは別のアプリとかを開いて聴かなければいけないっていう状況とかもあるので、そこまでしてわざわざ1曲のために手間をかける人なんてほとんどいないと思うんですよね。正直キスマイはデビュー曲とかシーハーハーとかあそこら辺の曲は世間ってもこの曲知ってるって方多いと思うんですけれども、それ以降あまりヒットしたなっていう印象の曲がなかったので、このラブバイアスはね本当に久しぶりのヒット曲というかなんですけれども、それプラスサブスク解禁してればもっとこう街行く普通の10代から30代ぐらいの方に聞いてももっと浸透した曲になってたんじゃないのかなと思います。次にセクシーゾーンですね。まずシングル曲でいうと夏のハイドレンジア、これも中島くんが出演していた恋愛ドラマの主題歌だったと思うんですけれども、畑基博さんが提供してくれた曲で、普通にこれいい曲だなと思います。
セクシーゾーンも平均年齢が若いうちにデビューしたっていうのもあると思うんですけれども、デビュー当時から数年間は正直僕もパッとしないなっていう曲が多かったんですけれども、ここ数年はやっぱりいい曲に恵まれてるなっていうふうに思います。そして今回唯一アルバム曲を選んだんですけれども、 Right Next To You、 これはもう音楽ファンの中で一時話題になった曲なんですよね。もうセクシーゾーンの新曲がやばいっていう風にかなり話題になった曲だったので、まあ、その時にサブスクとかで気軽に聴ければ、もっとヒットしたんじゃないのかなと思います。YouTube でこう短い MV とか見れると思うんですけれども、やっぱりサブスクで気軽にこう聴きたいですよね。そして比較的最近デビューしたキンプリ、スノーマン、ストーンズ、なにわ男子、この4組に関してはまずデビューしてまだ数年しか経っていないというのもあって、まずファンも熱狂的ですし、ファン層も若いのでサブスクとも相性もいいので、出す曲基本的には結構大ヒットしてたんじゃないのかなと思います。その中で特にこれは大ヒットしたであろう曲っていうのを選びました。キンプリで言うとシンデレラガール、まあ、これは今回選んだ曲の中でシンデレラガールが一番大ヒットしたであろう曲だと思います。この曲はサブスクを解禁していない今でもかなりの知名度と人気がある曲なので、プラスサブスクを解禁していたらもっと年間を代表する曲になっていただろうなと思います。今サブスクでたくさん聴かれてるアーティストって大体もう10組から20組ぐらいで固定化されちゃってるイメージがありますね。もう特に上位の常連で言うと星野源さんとか米津玄師さんとか、あいみょん、ヒゲダン、キングヌー、夜遊びとかですかね。ジャニーズがサブスクを解禁していたらそういったアーティストと一緒にこうサブスクでよく聴かれるアーティストの名前として、キンプリとかストーンズ、スノーマン、なにわ男子の名前っていうのは常に並んでいたのかなと思います。スノーマンのブラザービートはジャニーズでも珍しいぐらいのパーティーチューンですよね。僕もこの曲好きで、サブスク解禁してたらもっと大ヒットしてるだろうなと思います。まあ、そしてなにわ男子のウブラブはジャニーズのデビュー曲っていうのは毎回注目されるので、これもサブスクとの相性も良かったでしょうね。今回ストーンズは1曲も選んでないんですけれども、僕はストーンズのパフォーマンス力っていうのはすごくレベルが高いなと思いますし、好きな曲も結構あります。ただこれっていう曲が今のところないのかなと思ってます。マスカラとかは結構ヒットしたかもしれないですけれども、イミテーションレインとかスノーマンの DD とか、この2曲に関しては僕が単純に好きな曲じゃないっていうのもありますし、あれは一般的に多分受けないだろうなと正直思います。今回ここで挙げてる8曲、まあ、この過去5年間に限ってもジャニーズの中からこれぐらいの8曲ぐらいの曲はもっとヒットしてた可能性があるので、サブスクをぜひ解禁してもらいたいですね。本日の動画は以上となります。感想などあればまたコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。